正直なところほっとしていますね、よくぞここまで合意ができたなということであります。セーリングの場合にはもう来年プレ大会も迫ってきておりまして1年しかない、そういう中での焦りの中で一生懸命発言をしていたわけですけども、今回の合意っていうのはもうほぼパーフェクトに近いんだというふうに感じているところであります。でこれがあったことによって、遅れていましたけども、このオリンピックに向けた準備もう早急に取り組んでいきたい。もうなんかぐじゅぐじゅした話は私たちには持ってこないものだというふうに、解釈できると思っております。また千葉県の森田知事はこれまでの東京都の対応に不満をあらわにしました。東京都さんがね、やっぱりこれは誘致したわけですから、その享受もあるだろうし、またそれと同時に責任があるわけですから、しっかりとやってもらわなきゃ困ると。オリンピックパラリンピックの場合は日本の大イベントでございますから、それはそれでございますから、しっかりとね、進めていただきたいと、そのように思っています。